はい、こんにちは、アミです。今日はですね、 iPad でベクターのアイコンを作っていきます。以前カメラのアイコンと、あとヘッドホンのアイコンの制作動画、どうやって作ったかっていうのを2つ挙げてます。で、今回はですね、その続きの動画になります。で、そのカメラとヘッドホンのアイコンの、動画っていうのは概要欄の方で見れるんで、そっちの方がですね、アプリの使い方とかは結構詳しく解説してるので、それと合わせて見ていただけると嬉しいです。で、今回はですね、応用編になります。そのアイコンを使って、キーノートのプレゼン資料みたいなのを作っていきます。で、何個かアプリが出てきてですね、ちょっと上級者向けの動画にはなってるんですけど、頑張ってついてきてください。じゃあまずですね、ビデオのアイコンから作っていきます。YouTube のアイコンみたいな感じのを作ります。まず左の枠から角丸ツール取ってもらって、適当にこんな感じで長方形作って、でその中に三角を入れていきます。で、三角を作るときはまず長方形を作って、それを回転させるんですね。回転ツールで45度に回転させて、でその後、パスツールで、長方形の1点を削除します。下にマイナスっていうところがあるので、マイナスで1点クリックするとそこが消えます。で、三角形の大きさとか長さっていうのもパスツールで後で変更して、で、まあ、形整えたらこれでビデオのアイコンは完成です。で、次ですね、ノートのアイコンを作っていきます。さっきと同じように角丸ツールで長方形を作ってもらって、直線ツールを使って作っていきます。もう直線ツールと角丸ツールしかノートは使わないです。で、直線ツールなんですけど、画面のどっかをタッチしたまま引くと、垂直に引いてくれます。すごいこれは便利です。で、コピペしたいときは上のクリップマークにコピーとペーストがあるので、ここからコピペしてください。で、もうこれでほぼ完成ですね。で、後からこう線の太さ変えたいときは、ここのアイマークのところに、ストロークっていう項目があるので、ここから線の太さも後から変えれます。はい、じゃあ次いきます。次はですね、ブラシのアイコンを作ります。これでアイコン最後になります。で、ブラシのアイコンなんですけど、ちょっとだけ難しいですね。で、パスの操作が慣れてる人だと、まあ簡単にできるかなと思うんですけど、いられとかあんま触ったことないっていう人はちょっと練習する必要があります。まあでもですね、やってたら慣れてくるので、ぜひ挑戦してほしいなっていうのと、あとこれ今までデスクトップでマウスでやってたんですけど、これがですね、Apple Pencilでパスがいじれるっていうのは結構直感的でいいんですよね。なので iPad でこうベクターデータが作れるって気づいた時はすごい感動しましたね。で、今回はアイコン作ってるんですけど、まあ、ロゴとかでも作れるので、なんか海外のイラストレーターさんでこのアプリ使ってロゴ作ってる人見たことあるんで、まあ、よかったら試してみてもらってもいいかなと思います。はい、ということでこんな感じでブラシのアイコンも完成です。ブラシのアイコン最後回転させてあげます。で、今回作ったのがブラシとカメラと、ビデオ、あとノート、あとはイヤホンですね、あ、ごめんなさい、ヘッドホン、この5つを作りました。でですね、こっからがちょっと今日の見せ場になるんですけど、これをですね、違うアプリ、今回はキーノートに、貼り付けていきます。まずこのカメラのアイコンをここでコピーします。クリップのところからコピーをしてください。で、スプリットビューでキーノートを右側に立ち上げてもらって、で長押しでペーストをしてください。するとですね、カメラのアイコンこっちに移動してきます。で、これ結構すごいですよね。
でこれピングとして配置されているので背景は透明の状態で配置されてます。で同じようにグラフィックのアプリで作った5つのアイコンを全部ペーストしていきます。まあこれちょっと面倒くさいですね。なんか他に方法ないかなと思って探してたんですけど、ドラッグ&ドロップしてもダメでした。でまあこんな感じで5つ並べたら、サイズ微調節します。で並べたのがこんな感じになりますね。結構もうこれだけでも可愛いですよね。でキーノート残念なのがこう複数選択ができないっていうすごい難点を見つけてしまいましたね。多分キーボードを使ってる と、シフトかシフトをしながら複数選択できるんですけど、キーボードないと一個一個単体でしか編集できませんでした。でこれもうちょっとデザインしていきたいと思います。で写真アプリから画像好きな画像今回は iPad をドラッグ&ドロップして、挿入します。でサイズを変更しましてですね、画像の位置一番最背面に持っていきます。ここをスライドすると最背面に持っていきます。で1個ずつですねこうやってサイズを変更しながら、位置を調節しました。でこの後テキストとかも入れていきます。でここまでできたらタイトルみたいなのをつけたいので、今回は手書き風のタイトルをプロクリエイトで書いてみました。こんな感じで What you can do with iPad Pro って iPad Pro で何ができるのみたいな言葉をまたこれキーノートの方にタイトルとして持っていきたいと思います。でまずサイズキャンバスのサイズをですね、文字に合わせてトリミングします。で文字の位置とかサイズとかはですね投げ縄ツールで後から調節できたりもします。で書けたらですね長押しして、私これ長押ししたらコピーっていうのが出てくるようにしてるのでコピーを押します。でキーノートに戻って長押しでペーストを押します。するとですねこの手書きの文字も出てくるんですね。でこれは、ピングとしてさっきと同じように背景が透明の状態で出てくるので画像と被しても綺麗に仕上がります。ですごいですよねこのアプリ間でいろいろコピペができるのはすごい私発見だなと思ってて、なんかこれ使ったらいろんな面白いものが使えそうだなとすごいワクワクしています。で最後ですね直線かなでまあアンダーラインを入れてあげて完成にします。でまあこんな感じですかね。はい。で今回ですねアイコンがまあまあうまくいったので可愛く仕上がったんじゃないかなと思ってます。でまあそのグラフィックっていうアプリでアイコン作ってキーノートに持ってくる、あとプロクリエイトで作った文字をまたキーノートに持ってくるっていう技を紹介したんですけど、ちょっとキーノートが使いにくかったですね。でもグラフィックはすごいおすすめのアプリなので、イラストレーターさんはぜひぜひダウンロードしてみてください。でまたですね今度アプリの合わせ技を使って、デザインを作るっていうのもどんどん紹介していきたいと思うので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。はい、では今日はご清聴ありがとうございました。バイバイ。